どうも、浜本剛です、今回は陽一に、ヤリイカを釣りに行きます。今日は何匹かね、まあ連れてきてるっていうことの情報を得たんで、全日本潮吹き連盟会長の和樹さんと一緒にヤリイカを狙いに行きたいと思います。どうなんだろうね、昨日カブト洗浄時期では結構ね、磯でヤリイカは釣れてたんだけども、ちょっとね、札幌からカブトまで行くとちょっときついんで、近場陽一、まだ陽一だったら近いんで釣れてるかどうかちょっと偵察も兼ねて、全日本潮吹き連盟会長の和樹さんと今日はちょっと行ってきたいと思います。まあちょっと激しい戦いになると思いますが、頑張って行ってきます。以上です。今日は陽一にヤリイカを釣りに行きました。今日のアングラーは全日本潮吹き連盟会長和樹さんです。いきなり下ネタ、いや、イカの潮吹きっちゅうことですね、はい、どうですかね、やっぱヤリイカとは、いや、ヤリイカとは、はい、潮吹かせてなんぼということはもう数を釣るってことですよね、はい、なるほどですね。陽一はどうですかね、今日ちょっと風強いです。ちょっと一回カットしたいんですけど、はい、指なんか動いてないんですけど、ちゃんとしてくれますかね。塩吹かせてやりたいですよね。あれでもかかって上がってくるときに腰を吹く瞬間がやっぱたまらないですよね。なるほどですね。まあそうですか。まあ体調の言うことなんでそれは何とも言えないんですけども、とにかく今日はどんな戦法で釣っていきますか。2本、はい、なるほどですね。あとでちょっと仕掛けの方もちょっと紹介していただければ嬉しいんで、あとで今日の和樹さんの使っている仕掛けはこちらになります。はい、ドン、ありがとうございます。はい、全日本潮吹き連盟会長の和樹さんから今ヤリイカの仕掛けの説明があります。はい、こちらがテラですね。はい、ささみ、ささみジャック、でテーラーってやつだよね。でささみを巻いて針金で巻くんだ。はい、でその上に浮き止めを浮き止めっていうのはこれ、そういうやつ、はい、浮き止め、絞り玉、絞り玉、はい、ちょっと雪なんで、ビーズみたいなやつ、はい、で浮きで、また絞り玉で、で自分の好きな棚に合わせて、棚に合わせてこれだね。はい、この棚に合わせてこのゴムみたいなやつ。ちなみに陽一はどのぐらいの棚で会長はやってますかね。2メートルちょい。で今3本入ってるけど見えるかな。これが夜になったら浮き、電気つけてイカがかかると浮きが沈むと、そういう流れでどうでしょうか。はい、今日は何匹釣り予定ですかね。お潮吹き、はい、お潮吹きね、はい、とりあえず自分の予想だとさっき のオープニングと、はい、この説明動画で今日は終わるんでないかなっていう予定をしてるんで、はい、なんとかちょっとイカの姿を万が一釣れればね、はい、釣れなかったら、一匹でも釣れなかったらさ、今日はあれだね。はい、そうだね。どうしよう。鼻毛の、なんだっけ、抜きやつあるでしょ。2本入れて、はい、あれをやると。はい。ということで、よろしいでしょうか。はい。じゃあ会長、今日よろしくお願いします。お願いします。
先生、和樹先生、はい、浮きが全然沈まないんですけど、コツは、コツは待つ、ひたすら待つ。この浮きがね、ヒュッと中に入ると気持ちいいんだけどね。まあ、ちょっと決定的瞬間撮りたいんですが、なんせかんせいつ来るかわからないんで、次、釣れてないね。まあ、次の動画はイカ釣れた動画をいきますんで、それではイカの釣れた動画いきます。ドン、寝てる寝てる。ついてるついてるついてる。慎重に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 。はい、ついてる。でかいでかいでかい。あ、潮吹いてる潮吹いてる。行くよ。行くよ。ウェイ。でかい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 。あ、壊れた。あー、マジ？壊れた？皆さん、もうちょい巻かれ。マジか。壊れたよ。もうやべ、俺どこ撮ったかわかんねえ。アップになってたかもしれない。いや、いる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 ぞ。いや、もったい先生がいいものがあるというんで。なんすか、次の道具は。こっちは UV ライトですね。 UV ライト、これはどういう効果あるんですか。光る。これ餌ついてないし。お前、ほんとだ。この UV ライトってやつをやったら光ってるね。光ってるの。光るんですけど光ってる光ってる。こういう道具あるみたいで、とりあえずこれヤリイカなんのかこれ。一応ヤリ、ヤリイカだけでもちっちゃい、泣きのちっちゃいヤリイカだね。じゃ、ちっちゃいね。アメイカと変わんない。うん、会長、どうですか今日の範囲は。藤原さんの話。いやだからね、あの歯も強いだから。何回も言うけど、いくら会長といえどもね。歯もさんのバラシっすね。バラシ。あれ40あったでしょ。あった、絶対あった。あったよね。足も含めたら全然余裕であったと思う。してない。結果これ結果これミニマム。ま、これからいい時期になると思うんで頑張りましょう。よろしくお願いします。会長、また次も頑張ります。次はあれだね、3時間勝負練習よ。はい、ちょっと1日半は辛いわ。辛い。釣りを1日半やるのは本当死を覚悟しなきゃダメなんで。ということで最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。お願いします。